吉田さん、アドラー心理学のね、その話私も見たことがありますね。で、私常々思うんですけども、人ってね、若い時っていうのはまだ自分には気が熟していないと、もっと人生経験とか知識を積んで人脈を作ったら挑戦しようと思いますっていうふうに考えるんじゃないかなと思うんですよ、若い人はね。で、そこそこ年齢を重ねていったら、いや俺ももう若くないしなってなるわけですよ。まあ、つまりアドラー心理学と同じように、自分のできない理由を探すのはみんな上手なんですよ。そして原因を何か解決したとしたら別の原因を探してくるんですよね。で、私のライブ放送によく来ていただく方にもこういう方がいるんですよ。自分の気になる女性がいるんだけども、なかなか告白できないと。この仕事は忙しいからって言うんですよ。いや、その仕事で出会って、その仕事でコミュニケーションを取ってるのに忙しくってデートができないらしいんですよ。で、そのぐらい忙しい仕事って、なんか岸田総理以上の仕事かなと思っちゃうわけですけどね。じゃあその仕事についてる人はみんな恋愛できないのかなと思ったら、そうでもないですよね。だからね、とりあえず彼女の LINE とかね、電話番号をゲットしてみたらって言ったら、なかなかね、顔合わせる機会がないって言うんですよ。顔合わせる機会がないんだったらどうやって知り合ったのかなと思っちゃうんですけども、でもとにかくね、次から次へといろんな理由を探してくるんですよ。今日は彼女がいなかったから聞き出せなかった、今日は自分が休みだったから会いに行けなかったとかね、すごいですよ。で、2年経っちゃったんですよ。いやー、でもね、彼女に向かって躊躇してるうちに、もう彼女はね、他の男性と付き合ってますよ。ちんたらしてる暇はないですよ。ビジネスも同じで、ちんたらしてる間に、本来だったら自分から買ってくれるべきだった潜在顧客は売らないもんだから、他の人から買っちゃいますよ。それで詐欺商人につかんでね、ある時来るわけですよ。いや、詐欺に騙されました、なんか稼ぐ方法教えてくださいよ。じゃあ最初からこれ買っとけよやってたら、これ30万ですよって言ったら、もうお金ないんですって、バカ野郎となんで詐欺の商品はいっぱい買うのに俺の商品は金がないとか言って買わねえんだよみたいなね、そんな面白い出来事があったりなかったり、そんなビジネス業界で今日も行く。いってらっしゃい。